ジムニー・ジムニーシエラが一部改良。スズキは2月19日。四輪駆動車、ジムニー・ジムニーシエラを一部改良した。発売は4月11日。ジムニー、ジムニーシエラは、コンパクトなボディに本格的なアクロ走派性を有する四輪駆動車で、1970年に初代が発売された。 現在販売されているのは2018年に発売された4代目で、国内のみならず海外でも高く評価されており、今なお多数のバックオーダーを抱える人気モデルとなっている。今回の一部改良では、放棄対応に伴いリアにパーキングセンサーを備えたほか、仕様変更や原材料価格の高騰などに伴い、 メーカー希望小売価格やメーカーオプション価格を改定した。一部では今回の放棄対応、交代自社料直後確認装置の搭載義務のタイミングで、エクステリアデザインの変更や、海外で販売されている5ドアモデル、写真11枚目以降導入の噂もあったが、残念ながら今回アナウンスはなかった。 国内販売分は少しずつバックオーダーも減ってきており、市場からの要望も高い5ドアモデルについても、型式認定の取得や衣装登録などを済ませ、鈴木が日本導入の準備を着々と進めていることが分かっており、今後の続報に期待したい。価格アップは10万円ほど。 価格は旧モデルよりおよそ10万円ほどのアップとなった。また有料塗装は5000円から1万円ほどの値上がりとなっている。